かん。シャチのはちゃめちゃ学園13軒目です。イエーイ。さあ今回ははるちゃんが釣りをしてきたそうですね。そうなんですよ。また釣りしたの。プライベートでも釣りして、課外活動だから、お仕事でも釣りしてやっぱおすすめされたからにはね、そうだね、行かなきゃと思って、うん、そうだね、すごいびっくりすると思う。はい、では、うん、今回も可愛く V 振りお願いします。はい、春の釣り上げるところは見れるのか。まあ多分見れるんですけどね。どうぞ。シャチッと課外活動キアスにやってきました。愛知朝日遺跡ミュージアムの原田さんにお聞きした、釣って食べれるレストランですって。なんか企んでる顔してるね。もうこれじゃん、超実目立ってる。これはね、釣り好きだからとかじゃないです。ちゃんと課外活動してきますからね、良さ伝えます。頑張れ、行ってきます。行ってらっしゃい。行ってこい。走り方くせ。小走り小走り。じゃーん、爆鳥海一番です。イエーイ。もうさ、爆鳥って書いてあるからにはこれはもうめっちゃ釣れるみたいです。もうお店の名前からそうやって言ってますもんね。しかも見て、あそこ13貫で90円。寿司好きはこれ食べたい。止まんないんじゃない。早速、ね、行きたいと思います。本当にやめて。店内にやってきました。今日はよろしくお願いします。自己紹介させていただきます。スーパーターンストラングエナジーポジティブエキサイティングソーフロム名古屋ビアーシャーツの坂本春菜です。色リンクしちゃってるけど、よろしくお願いします。そこまざるを得なかったから、ね、藤村さんよろしくお願いします。このお店は魚を釣ってそれをそのまま食べれるっていうのをお聞きしたんですけど、ちなみに釣って食べる以外にこのお店のメニューの中で何かおすすめのメニューはありますか？はいはい、最近あのちょっと人気が出てきてるのが、あの大将の爆盛り海鮮丼っていうのがありまして、はい、爆盛り、はい、これ一度あのぜひ食べていってもらわないと。お、はい、次の説明と、まず初級のコースはその爆鳥竿っていうのを可能でお貸しして、うん、その竿で釣った場合は、まあ、これ糸が切れないので必ず釣れるんです、うんうん。この竿の場合はみんなこれで魚に値段がついてるので、なるほど、釣った分だけ買い取ってもらう、うんうん、でそれを調理するとさらに調理代みたいな、こんな感じになってますけれど、うんうん、一番人気なのはこの中級。お、98% でしかみんなこれでやります。お、人気。チャレンジ竿1回600円、釣れたら無料。お、魚代が全部無料になっちゃう。チャレンジの場合は一番最初にサイコロ振ってもらって、うん、サイコロの出目によって糸の太さも3段階で変わるっていう。面白いね。だから太いのが当たった場合は釣りやすいし、うん、まあ、細いのが当たった場合は難しいです、うん。あ、これが最後の、ドロメ、偶数、奇数の順番。はい、奇数側で頑張って、はい、2個いくんですか？2個どうぞ、してください。太い方がいいよ。うわ、ゾロメ。お、ゾロメ出てるじゃん。すごいね。ゾロメは、ゾロメだすごくない？これやってもらったとかじゃないんだよね。ありがとうございます。1キロ保証です。1キロ保証。じゃあ行きたいと思います。ゾロ目でいいやつゲットできたので。え、すごい。行きます。ここに中にいる。え、狙うわ。え、すごい。ちょっと休んでいるヒラメさん。ヒラメ、美味しそう。美味しそう、美味しそう。生きてる子を見ていったんだね。まだあるよ。おお、ゆっくりゆっくり。すごいすごいすごい。釣りないじゃん。ダメだ。こんな難しいんだ。太い糸じゃなくて、うん、他の細い糸とかだと、もう糸から切れちゃうから、もう一回来たー。ゲット。すごい。イエーイ。ひらめー、とっくどー。ペコペコです。見てください、こちら、じゃん。大将の五感爆盛り海鮮丼。やばくない？これすごい。思ってたのと違う。すごいでしょ。
しょ。めちゃくちゃテンション上がってるよ。私は大好きな海鮮がいっぱい。早速いただきたいと思います。これがあれ食べるな。レタスってイクラと合うんだ。おいしそう。おいしい。お腹すいちゃったよ。ね、すごい。火鍋です。すごい。立派なお作りになられて、さっき私に釣られたヒラメがもうすごい早い。身がプリプリ。やっぱ自分で釣ると倍美味しく感じます。めっちゃ美味しい。身がしっかりしててどんどん、コリコリしててヒラメ最高です。今日はありがとうございました。もうお腹もいっぱいだし、ちなみにここの辺で他におすすめのスポットとかってありますか？参り物になるし、なんかあの神社があるっていう風にあの聞いたことあるんですけれど。神社聞いたことあります？あ、ないです。でも私御朱印帳持ってて、御朱印集めるのが趣味なので、それはもういい情報ゲットしました。今すぐ探していきたいと思います。ちょっと行ってみてください。ありがとうございました。いいですね。楽しそうだった。楽しかったよ。こだわりが詰まったっけ。バクモリ海鮮丼。で、何乗ってたの？いろいろ？いろいろ乗ってた。お刺身だって、ハマチ、タコ、マグロ。タコもマグロも。ここにもヒラメもあったし。エビもあったよね。いろんなエビもあったし。ホタテもあったし。え、美味しそう。下のサラダにはイクラがもうこんなにあるってぐらいめっちゃ入ってたし、店内の感じとかも入ったらワクワクする感じの ね、あれだってあそこの水槽ってか泳いでるんでしょ。そうなの。見られるところにがっつりよ。サラダ一杯種類ごとに取って。楽しい。行ったことないから行ってみたい。楽しい。楽しめるし美味しいしって最高な場所でした。次どこ行くんだっけ。次は日吉神社。神社ね。では次の日吉神社編も楽しみにしていてください。お願いします。バイバイ。